ランジとは、ウェイトトレーニングの基本的種目の一つ。主に大電筋と大体四頭筋に刺激を与える。ハムストリングスにも負荷がかかる。背中の自然なアーチを作り、動作中に背中を丸めないようにする。バーベルフロントランジバーベルフロントランジダンベルフロント、ランジダンベルフロントランジバーベルサイドランジバーベル、サイドランジバーベルバックランジバーベルバックランジダンベル。 バックランジダンベルバックランジダンベルウォーキングランジ1ダンベルウォーキングランジ2ダンベルウォーキングランジ3ダンベルウォーキングランジ4踏み出す足の膝がつま先よりあまり出ないようにするスクワットの要領でバーベルを首の後ろに担ぎ肩幅より少し狭いスタンスで立つ顔を正面に向けて胸を張る息を吸って止め片足を大きく前に踏み出し大体が 床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。動作の最後の部分で大電筋や、ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ足で床を蹴って腰を上げ、元の姿勢に戻る。踏み出す足を左右交互にして2から3を繰り返す。踏み出す、足の膝がつま先よりあまり出ないようにする。ダンベルを両手に持って肩幅より少し狭いスタンスで立つ。 顔を正面に向けて胸を張る。息を吸って止め、片足を大きく前に踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。動作の最後の部分で大電筋やハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ足で床を蹴って腰を上げ、元の姿勢に戻る。踏み出す足を左右交互にして2から3を繰り返す。 大内転筋にも負荷がかかる。多くの競技スポーツにおける横方向の動きに対して有効である。はじめはウエイトを持たずに、フォームの練習を十分に行い、慣れてきてもウエイトは軽いものから徐々に重くしていく。踏み出した足の方に状態が傾かないように気をつける。踏み出した足の膝がつま先よりあまり出ないようにする。踏み出した足は、足の裏全体で床を捉えること。 スクワットの要領でバーベルを首の後ろに担ぎ、肩幅より少し狭いスタンスで立つ。顔をやや髪型に向けて胸を張る。息を吸って止め、片足を大きく横に踏み出し、かかとを設置させてから足の裏全体を床につける。つま先は45度に開くこと。上体をしっかりと起こしたまま、膝をつま先と同じ方向に向け、ゆっくりと腰を沈めていく。 動作の最後の部分で大電気にや、ハムストリングス、反対の足の台内点筋がストレッチされるのを十分に感じてから、息を吐きながら踏み込んだ足で床を蹴って腰を上げ、元の姿勢に戻る。踏み出す足を左右交互にして2から3を繰り返す。踏み出す足と反対の足の膝がつま先よりあまり出ないようにする。スクワットの要領でバーベルを首の後ろに担ぎ、 肩幅より少し狭いスタンスで立つ。顔を正面に向けて胸を張る。息を吸って止め、片足を大きく後ろに踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。動作の最後の部分で大電気にや、ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ肩と反対の足の力を使って腰を上げ、元の姿勢に戻る。 踏み出す足を左右交互にして2から3を繰り返す。踏み出す足と反対の足の膝がつま先よりあまり出ないようにする。スクワットの要領で、スミスマシンのバーを首の後ろに担ぎ、肩幅より少し狭いスタンスで立つ。顔を正面に向けて胸を張る。息を吸って止め、片足を大きく後ろに踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。 動作の最後の部分で大電気にや、ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ肩と反対の足の力を使って腰を上げ、元の姿勢に戻る。踏み出す足を左右交互にして2から3を繰り返す。踏み出す足と反対の足の膝がつま先よりあまり出ないようにする。ダンベルを両手に持って肩幅より少し狭いスタンスで立つ。 顔を正面に向けて胸を張る。息を吸って止め、片足を大きく後ろに踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。動作の最後の部分で大臀筋や、ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ肩と反対の足の力を使って腰を上げ、元の姿勢に戻る。踏み出す足を、 左右交互にして2から3を繰り返す。山本義則が普及させたエクササイズ。負荷が強ければ、ウエイトを持たずに行うようにする。ダンベルを両手に持って肩幅より少し狭いスタンスで立つ。顔を正面に向けて胸を張る。息を吸って止め、片足を大きく前に踏み出すと同時に上体を前傾させ、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。 動作の最後の部分で大電気にや、ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ足で床を蹴って腰を上げ、元の姿勢に戻る。この時、踏み出した肩の足を床につけない。息を吸って止め、最初に踏み出した足を大きく、後ろに踏み出すと同時に上体を前傾させ、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。 動作の最後の部分で大電気にや、ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ肩と反対の足の力を使って腰を上げ、元の姿勢に戻る。2から5を繰り返す。反対の足も同様に行う。踏み出す、足の膝がつま先よりあまり出ないようにする。両手にダンベルを持ち、肩幅より少し狭いスタンスで立つ。顔を正面に向けて、 胸を張る。息を吸って止め、片足を大きく前に踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。動作の最後の部分で大臀筋や、ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ肩と反対の足で床を蹴って、腰を上げ、踏み出した位置で直立する。この時、踏み出した肩と反対の足を床につけない。息を吸って止め、 最初と反対の足を大きく前に踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。動作の最後の部分で大電気にや、ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ肩と反対の足で床を蹴って、腰を上げ、踏み出した位置で直立する。この時、踏み出した肩と反対の足を床につけない。踏み出す足を、 左右交互にして2から5を繰り返す。踏み出す、足の膝がつま先よりあまり出ないようにする。スクワットの要領でバーベルを担ぎ、肩幅より少し狭いスタンスで立つ。顔を正面に向けて、胸を張る。息を吸って止め、片足を大きく、前に踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。動作の最後の部分で大電気にや、 ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ肩と反対の足で床を蹴って、腰を上げ、踏み出した位置で直立する。この時、踏み出した肩と反対の足を床につけない。息を吸って止め、最初と反対の足を大きく、前に踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。動作の最後の部分で大電気にや、 ハムストリングスが十分にストレッチされるのを感じてから、息を吐きながら踏み込んだ肩と反対の足で床を蹴って、腰を上げ、踏み出した位置で直立する。この時、踏み出した肩と反対の足を床につけない。踏み出す足を左右交互にして2から5を繰り返す。両手にダンベルを持ち、肩幅より少し狭いスタンスで立つ。顔を正面に向けて、胸を張る。息を吸って止め。 片足を大きく前に踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。後ろ足は少し曲げておく。息を吐きながら素早く両足を伸ばし、髪型に飛び上がる。空中で前足と後ろ足を入れ替えて着地する。2から4を繰り返す。スクワットの要領でバーベルを担ぎ、肩幅より少し狭いスタンスで立つ。顔を正面に向けて胸を張る。 息を吸って止め、片足を大きく前に踏み出し、大体が床と平行になるくらいまで腰を沈めていく。後ろ足は少し曲げておく。息を吐きながら素早く両足を伸ばし、髪型に飛び上がる。空中で前足と後ろ足を入れ替えて着地する。2から4を繰り返す。ありがとうございます。